どうも皆さんこんにちは、アダルバファミリーのマミです。今回は子供たちのために一生懸命楽しませた回まとめてみました。こんにちは、アダルバチャンネルマミです。今日はここオーズファームパークにやってきました。なんかいろんなことがいっぱいある公園、少し大きい公園って感じかな。行ってみます。 Okay, what's that day? どこですかここは。ODD's ファームです。かの有名な ODD たち。あのダディ、アダロバのダディ、一体どういうことだったんですか。何ですか。なんでこんな高いんですか。79ポンド、およそ日本円で1万3000円ぐらいですか。もうなんかマップ見る限りは1時間で終わっちゃうんじゃないかなって思ってる、すごい田舎の、パークだったんですけど、ちょっと値段にびっくり。ここが入り口ですね。ここはアートクラスで、ちょっと奥に入ってみると、なんかですね、すごい人なんですよ。なんでだろうって、もう本当にこの時点では一切想像ができませんでした。こんなに入り口見る限り、失礼なんですけど、こんなにさ栄えてる、入り口見る限りさ栄えてるように見えなかったんだけど、めちゃめちゃ人であふれ返ってます。息子があっちに行きました。娘があっちか、息子してます。ファームパークに来たのに、もうイエーイ、やったねー。カーパークじゃないよ、ファームパークに来たのに、もう中のインドアの滑り台やなんやかんやでですね、もうあっという間に時間、何時間ぐらいいるんだ私はここに行ってぐらい、いますよ。その代わりに、その間にダディは2時間ほど仕事に出てます。あともうちょっとかな、1時間くらいここにいたら、せっかくここに来た醍醐味、動物に会いたいんですよね。どう？欲しくないの？ダーツやめ？やめば！かわいい。さあ、優しくない？かわいいね。すごいかわいいね。かわいいね。すごい、餌にめがけて首出してます。すごいね。あ、もう遅すぎちゃった。もうだってずっとね、さインドアで遊んでんだもんね。
got it. Perfect. So they eat bramble leaves and then they blend in so well with the food, so no birds will think they come down and eat them. You like it? Wow, that's cool. That's nice. またやんの？あれ、あれ、あれです。